これを話していきますねね今日は、ね、でえっ、ー、とここの技法だよりっていうのはあれですあの描き方ですよね絵がうまくなりたかったら皆さんね絵の描き方とかいろいろ調べると思うんですよそこの描き方ですよね描き方だけにフォーカスを当てちゃうとなかなかうまくならないということです。 でね、これそもそもなんですけどあの皆さん絵の描き方をですよ調べたりとかあとは絵の描き方をねこう活用するぞって思う時ってどういう時ですかっていうことなんですけど絵がねうまくその描けないとかうまくなりてえなーっていう時ですよねこういうタイミングの時って皆さんどうしますかって言ったら描き方をね、調べると思うんですよ。こういう思いがあるからこういくということですよね。 ぜひね、これは活用していただきたいんですけどあの注意していただきたいのがここの部分をですよ、まあ、言い方が悪いかもしれないんですけどなんかこう短絡的にねここを行き来しすぎちゃうと良くないということを僕は個人的に言いたいんですね。うまく書けないじゃあ調べようねあ書き方が分かったじゃあ書いてみようかなだけど書いてみたら速攻また分かんないからじゃあ調べてみようと調べるうまく書けない調べるうまく書けない。 調べる、うまく書けない <laughs> ってあの要はですよこのループループってあのどういうことが起こるのかって言ったらですね「書けないイコール書き方を欲する」っていうこういう図式がね出来上がっていっちゃうわけなんですよね。あの例えがどうかは分かんないですけどほらなんかあらパブロフの犬ってあるじゃないですか。パブロフの犬とは 実験で発見した条件反射のことで一点の条件下で無意識のうちに起こる反応や行動を示しますっていうのがパブロフの犬なんですよ。ね、AI に教えてもらいましたけど書けないっていうふうな一定の条件のもとでその信号が走ったらもう無意識のうちに皆さん「ああ書き方を調べなきゃ」みたいな <laughs> こういうねパブロフの人間状態になっちゃうんですよね。だから書けなかったらねこれ本当はですよ書けないってなったら取り書くっていう結局根性論気合い論になっちゃうんですけど。 でそれでもわからない。それでもよくわからんっていう時に書き方を知ろうかなっていう。ステップが個人的にはおすすめなんですよね。その自分が欲してる書き方が、じゃあ、ない場合どうしますかっていう話なんですよね。バチンって刺さる書き方がどう探してもない。1時間ばかし YouTube を探せどない。1時間ばかし自分の手元にある資料をペラペラめくってもない。ね。どこにもない。待てど暮らせど出てこない。ゴミ箱も探してみたけどない。 机の裏も探してみたけどない。ない。じゃあ書けないじゃんってことになっていくんですよ。書けないから調べる。だけど調べてみたところでないんですよ。どこを探してもない。<laughs> そういう時も最悪ですよ。もうループループですよ。味じの始まりですわ。こうなるわけですよ。こうやって、こうやって、こうなるわけです。書けない。書き方を欲する。だけどない。じゃあないから書けないよね。だけどちょっと時間を空けてもう一回調べてみる。いやけどやっぱりないやんって。ね。だから、技法だけに頼っちゃうと、 結果的に本質的にとっても大事だと僕自身は思っている「書こうぜ」っていう部分をいつまでたっても成し得ることができないからなかなかうまくならないんですよね。じゃあその書き方のね正しい使い方って何なのかっていうことなんですけど、まあ、正しい「よほよろう」なんていうのはね書き方にはないんですけど僕個人がね思う使い方って何ってお話なんですよ。な答え合わせだと思っているんですね。 答え合わせをするために書き方を調べていただきたいっていうのが僕のですねおすすめでございますあの作品を書くじゃないですか何でもいいんですよ作品作品をあるがまま欲求の赴くままにですよこれを書きたいな私はこれを書きたいんだね裸体を書きたいんだとエチエチな裸体を書きたい男性のかっこいい胸板を書きたいこういったキューティクルな髪の毛を書きたい、えー、眼鏡を書きたい いもう思うがままに書いていただくと。でそしてその中でどうしてもなんかおかしいなとかどうしても書けないとかな書 <laughs> けないとかなとかよくわからない方言が出ますけどこういう思いが出てきた時にあの後にですよ作品を書いた後になんでここですここの間ですこれだからこれがこうですよ答え合わせということです。作品をある,ある程度書書きましたとバーっていてい わーって欲求の赴くままに書いただけどどうしても書けないあるいは欲求の赴くままに書いたのにもかかわらずその自分の欲求の思うがままに書けない書けた部分があるとこれはどげんして書けばよかろうもっていう時にじゃあ調べようでねっていうところで調べるんですよああこうやって書けばいいのねっておっぱいはこういうふうに書けばいいのかとこういうふうな大胸筋を書けばいいのかと B 軸はこうやって書けばいいのかと B 軸の場所はここなんだっていうふうなところを調べるわけですよ。 そしたらその今まで自分が欲求の赴くままに描きたかった部分の穴ポコになっていた部分とパーンってつながるわけなんですね。後に描き方を調べてそういうさっきお伝えしたようななんやかんやがあってで分かったぞとじゃあ次の作品にそれを次のですよ次の作品にまあ消化するみたいな感じですよね。ふわふわふわってホロリンってハラハラハラでイスルスルいって。 あーなるほどなーっていうことで次の作品にそれをこうぶち込んでいくと新たな余興をぶち込んでいくっていう風な感じですまた分からなかったら書き方をまた調べてなるほどなとでまたさらに紹介するとこれがですねいいループなんですよそれでここのルートですよこのルートってですよこの作品を書く答え合わせ書くそしてどん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 上手くなっていくってこのルートってあの実は実はというか僕の裸なんですけど絵が上手い人っているじゃないですか絵が上手い人。 ね、皆さんも身の回りでねうわなんかこの人クソうめえなっていう人っていると思うんですよね僕も思い出す限りいっぱいいるんですけどこういった絵がうまい人って大体ですよこのルートをたどってる可能性がマジで超高いと思っているんですねこ,こ,でこの絵がうまい人たちにあのこうどうしてそれなんでそんなに絵がうまいのとかそれ,どそれどんな練習したのとかどんな練習したんですかとかねえー、質問するとするじゃないですかそしたらですよ ね、大体どんな答えが返ってくると思いますかどんな練習してるのってこのね絵がめっちゃうまいこの人目がめっちゃうまい人にこう聞くとするじゃないですかこうやってねバーってペチャペチャってめっちゃこう飛沫をさ飛ばしてブーってペチャペチャって興奮していくからうわーってペチャペチャペチャってめっちゃうまいねってどんな練習してんのって聞くとするじゃないですかそしたらこのね皆さんも経験あるかもしれないんでここ。 当てはめてほしいんですけど、どんな答えが返ってくると思います。ここここここ絵が上手い人って、あめっちゃ上手いねど。どんな練習してるのって聞いた時に、このなんか絵が上手い人ってどんな答えが返ってくるか想像つきますか？なんか書いてたら上手くなってたんだよね。的な答えって返ってきませんか？このこのこの感じわかります。いや、なんかわかんない。なんか、いやいや、全然この練習をすればいいっていうのがあんまないっていうか、なんか書いてたら。上手くなってたんだよねっていう答えって。 どうですかあ、なんか言われたことあるとかってね言う人いません全然悪気ギーもなん何もなく分かんないんだよねなんか上手くなったんだよねって答えられた経験とかってありません多分ありますよね <laughs> 多分あると思うんですよで、このね上手くなってる人ってなんでこういう風ななんか書いてたら上手くなったんだよねってセリフが出てくるのかって言ったらフォーカスが当たっているところがですよここなんですよねここ,ここなんですよ作品を書きたいっていうところが 意識してるところろろとととといいいううかか集中しててるるここ記憶にものすごく残っているところなんですねこんな作品が描けたこんな素敵な作品を描いたとかそういったところにはフォーカス当たってるんですけどですからこっちの答え合わせのその技法ですよねここの技法の部分っていうのはあくまで際立たせるためのサブになってくるのであのこんなねモブみたいなところは覚えていねえでっていうことなんですよそんなの私は覚えてないっていうあ,のあくまで僕の 予測なんですけどねここら辺の技法に関してはあのこの答え合わせをしている時はある程度言葉にできたりとかこういった練習がいいんだっていうのはわかるんですけどもう時がたったらもうどこぞの吹く風っていう感じですよ多分ねだからイラスト講師をしたいとか誰かに教えたいとか誰かに何かを発信していきたいとかねそういう人はここの答え合わせにもフォーカスを当てるといいですよっていうことになるんですけど多分皆々様が様。みなみな はですよ。ほとんどの方がこっちのなんか作品を作りたいとかそういうところにフォーカス当ててると思うんですよね。なのでだったらまあ、YouTube とか僕の講座でもそうなんですけど、ちマナコになってあの書き方をめちゃくちゃ調べるっていうところにフォーカス当てるとどんな作品作ろうかなとかああ明日はこんな作品が書きたいなとかめちゃくちゃでかいおっぱいが書きたいなとかそういうところにバチャシコフォーカスを当てた方がきっと楽しいですという風な提唱でございます。 技法ね、正しくない使い方って言ったら語弊があるんですけど、まあ一番近いかなと思うんで言うんですけど、書き方をね、正しくない使い方しちゃうとどうなるのかっていうことなんですけど、まあこれがもうまさにこれですよね。このアジカンですよ。アジカンループループですよ。じゃあ分かったあ。調べて書き方が分かった。ほんならじゃあ書いてみようぜっていうふうに、このワン、ツー、スリーステップですよね。このワン、ツー、スリーステップがやれれば、まあまだいいんですよ。ですけど、 これ僕もよく当てはまってるんですけど皆さんどうですかっていうことなんですが大体ですねここのこここの2ステップまでで終わることが結構多いんですよあ<ー>なんか書けないなとなんか書けないよしじゃあ調べてみようって調べるじゃないですか調べたらそこで満足して書かないってことありませんかっていう話なんですよもう僕はしょっちゅうですよもうしょっちゅうもう今も現在進行形でありますけどああなるほどなとおっしゃー じじゃあ寝るるかみたいな感じにな感にんですよね調べたからもう満足したからはあもう明日書けそうな気がするだけど明日書こうみたいなそんな感じになりませんかどうですかもうすっきりしちゃうんですねここですっきりしちゃうからもうそうなるのが普通っちゃ普通なんですよだから初手から作品を書いた方がいいっていう風な感じですよねでこれうまいこと3倍いったとするじゃないですかよしじゃあ頑張って今日寝らずに書いてみようかと思って書くとするじゃないですか だけど書いたところででですよここれ書いたところで一番ややこしいのがそれしか書けないんですよ。例えば、例えばですよ全身書こう全身書くにはどうしればいいかなと思って調べるじゃないですか調べるあ、なるほどクロッキーっていう練習があるのかで大体の人が多分僕も含めてですよここではあるんですよクロッキーか、なるほどなとじゃあクロッキーは何分サイクルで何回やったらいいのかなとかなるほどなるほどと。 あじゃあクロッキーに最適な練習の最何かななるほどなるほどみたいな RKGK とかっていうのがあるのかじゃあ RKGK であーけどいっぱい調べてみたらな手を描くのもあるし顔もあるしなんか動物も描けるぞとどれにしようかなって悩んでたらあーもう気づいたら1時間経っちゃったから明日描くかってなるんですよ <laughs> 頑張ってこっちにいたとしてもよしじゃあクロッキーをやってみようとねだけどクロッキーしか描けない体になっちまうんですよ <laughs> なんかクロッキーどんどんやってたらなんか全身描くっていう本来の目的はどこどこ吹く風ですよ。セやセやセやってファファファって飛んでいってなんかわかんないけどなんか気づいたらクロッキー楽しいなみたいなちょっと今日もなんか別に描きたいものもないしとりあえずクロッキー 書こうかなみたいな感じでそれがずっと続いていくとクロッキーめっちゃ上手くなるんですけどなんかクロッキーばっかり描いちゃうっていうなんか今日手持ち無沙汰だなみたいな今日も絵描きたいけどんだけどなんかアイデアも何も思い浮かんでこないからまあじゃあとりあえずまあもみがっぷがてったらクロッキーしようかみたいな感じででクロッキーで終わっちゃうよと「お,お疲れ様でしたおやすみなさい」っていうことになっちゃうんですよね別にね。 それででいいんですよ絵を描くって本来そのもうか楽しければいいですからクロッキーやっててめっちゃ楽しいめっちゃ楽しいが続いていったら気づいたらよしじゃあもうクロッキー飽きてきたから全身描いてみようかなっていうふうに長い目で見たらあ,あの絶対描けるステップには踏んでいくんでそれでもいいんですよだけど恐ろしいのはここのクロッキー頼ピーっていう状態が気づいたらなんかなんで描いてるかはよくわからない、えー、なんかよくわからないけど飽きてきたっていう時にじゃあもうちょっともう飽きてきたからちょっともう。 ゲームするかみたいな私は何のために絵を描いてきてるのか何で私は絵を描いてるのかなんか最近絵を描いてて面白くないなどうすればいいんだろうみたいなそのよくあるあるの悩みにバーってバーって当たっていっちゃうんですよねたまったもんじゃないですよねっていうことですよだから描き方ですよね描き方だよりだけにしちゃうとこっちの負のループループにも陥りやすくなっちゃうからあの答え合わせとして使ってねということになってくるんですね。 それですよこここここここだかられれねここえ何これこっちが A としましょうこっちがね B としましょうかそしたらこの A っていうのは、まあ、要はそのこり夢中になっちゃうということですよねでこっちの B っていうのは絵が上手くなる人の,あの描き方の使い方なんですけどこの A と B ですよ A と B ですよ AB の差は何でしょうこれですよこのね AB の差っていうのは何なんですかとの AB の差っていうのはねあの主に2つあるんですよ2つ。 試行錯誤の量がまず一つ目なんですね。熱中度合いですよ。これ、この二つの差があるんですよ。書くか書かないか。そう、書くか書かないか。もうそ、もうほ、もうそれでいい。もう、それがいいですよ。もう、ドストレートにありがとうございますって感じなんですけど、ま、まさにそうなんですよ。正解なんでね、あとで、あの、テレパシーで1000円あげます。テレパシーの1000円なんで、あの、実物にはないんで、ご了承ください。テレパシーで、あの、ナコトさんの実家に1000円あげますんで、あの、受け取ってください。テレパシーでね。実物はないですよ。テレパシーの1000円ですからね。 なんとかってことで,すで、すでこの頭で組み立ててる量、やっぱさ、皆さんもですよ、バカじゃないから、ね皆さん頭いいからさ、やっぱ分かるわけですよ。いや、書けばいいっていのは分かってるよと。でだけどさ、そのある程度ゴールが分かんねえと、やっぱ怖いじゃんと。ね、ど,どれまでどこ、どれぐらい書けばいいんだと。 こっちはねある程度これぐらい書けばこれぐらいうまくなれますよっていうある程度の基準値とか目安値が分かりゃこっちもねバカじゃねえんだからあの頑張って書けるんだよっていうことになるじゃないですかだけど先人の皆々様はそういうふうなこれぐらい書けばこれぐらいうまくなれるからっていうふうなある程度の基準値を設けてくれないから私たちは頑張れないんだっていう話になってくるじゃないですか。なななながららんんでですけけど僕もねあるる程度やっっぱり書書いいいててきたんであこれれぐばくう感覚は わかるのであの目安をですね。ここでお伝えしておきますよ。やっぱりこれがキーワードなんですけど、なんかわからんけど、なんかわからんけど、さらっと書けた感覚。これです。もうこの感覚が出たらある程度いいでしょう。という目安になってきます。だからあの先人の皆々様がですよ。これだけ書いたら上手くなれます。よって、やっぱりはっきり断言できないっていうのは？ あ,のある程度書き続けていって自分の中であの理屈でも何でもないんですよね無意識なのに何にも書き方とか頭の中で反省してないし考えてもないんだけど何か何気に書いた線あるいは丸あるいは目とかっていうのが自分の中で納得のいく目ん玉とか自分の中で納得線の引きになってるそれってもう書き方を得得してるっていうことになってくるんですよ。言葉にできない 言葉にできないんでですよ <laughs> この言葉にできないっていう感覚が自分の中でじゅっとじゅっと染みついたらもうそれはあの書き方をその習得できましたっていうまあその一種のスタンプみたいなものなんですね。OK ですみたいなあら OK みたいな。 オーケー次行こうみたいなそんな感じなんですよしじゃあ書けないから調べてみようとで調べてみてで一生懸命書いてみると書いてみるねこう書くじゃないですかそしたらこの調べて書く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 ここの間の中で反芻していく中で急にですよここの言葉にできないなんかわからんけどさらっと書ける感覚っていうのがポロッと出てくるんんですよポポロロリっててて尿管みみみたたたたいなあ出てきたみたいいあなそんななな出きそ感じなんですよ。 引調べる書く調べる書く調べる書くって書いたらそしたらもう今度はもう一個どころじゃないポロポロポロって出てくるんですよ。そのなんか分からんけど言葉にできない感覚っていうのがもうポロ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 って出てくるんですよ。だからですよここのね惜しいのが惜しいのがもうめっちゃもったいないのが調べる書く調べる書く調べる書くを続けてっていうかもう書くをずっと続けていってで書いても。 いやちょっと全然上手くなってないぞっていう時にあるじゃないですかなんか上手くならないっていう時そこからこっちの方にいっちゃうとこっちのループに戻っちゃうんですよね書けない書き方を調べるだけど自分に合った書き方がないじゃあまた書かないで書かないからまた書き方を調べるじゃあ書き方がないっていうのとこっちのループに陥っちゃったりするんですよねまあ言い方分かりやすく言うと諦めちゃってこっちの方に進んじゃうとなんかずっと上手くならないよねっていう方に。 言っちゃうんですよねさらっとかけた感覚っていうのは今までですよ皆さんが、まあ、答え合わせ書き方の答え合わせだったりとかあるいはまあ書き方を調べてそれを愚直に、えー、実践してみたっていう書いてみたっていうふうな実践力ですよねそういったものがいろんなそのいろんな点と点がつながってつながってでいろんないろんな点と点がつながってなんか分からんけどさらっとかけたっていうところにつながっていくんですよね。 だからこのなんかわからないけどっていう正体っていうのはこういったものこれって全部全部点なんですよ全部点。だっていろんな書き方とか調べてでいろんな書き方を実践してみたんですからどの書き方あとどういった実践方法っていうのがなんかわからんけどっていうのにつながってるっていうのは わからないんですよ。だって、今まで培ってきたものが全部点と点がババババババって繋がってこっちに行ったわけですから、どの点が明確にここに繋がったのかっていうのがはっきりわからないんですよね。ですから言葉にできないんですよね。そう点と点がぶわーって繋がって、そのなんかその書き方の黄金の精神みたいなやつがブワーってこう。グワーって集まっていってキュンってこうなんか？うまく なんか分からんけど急に唐突にうまく書けたっていうなので、えっと、書き方っていうのはあの調べるためにやるっていうわけというかあの答えを先に知るっていうことをしちゃうともう答えが分かっちゃうからそれで満足しちゃうのでまずは自分で 解いいてみるみるたいな感じですね自分で作品を書いてみて自分で問題を解いてみてで分からんかったら初めて答え合わせで書き方を調べてみてなるほどなとじゃあ次のあ問題に入れてみようみたいなそういう使い方をされるとあの楽しさも増す,増すのでいいかなと思いますあだからここにあるじゃないですか書き続ければ書き続けていこうとあと何か分からんけど書けた感覚っていうのが出てきたらこれ普通に気分として楽しいっていうのが 出てくるんですね楽しい。もっと続けてみよう。もっと次はうまく書けるかもしれないっていうふな、これもパプロフの犬みたいなもんですわ。わかんないですけど、ねあなんか楽しいなって、書けるのっての楽しいなと、なんかその書けたのって面白いなって、そういうのが続けていったら、自然にこっちの方に繋がっていくんですね。熱中していっちゃうよという感じでございますわ。だから、ものの一番に大事にしてほしいのは、やっぱりこっちの試行錯誤の量ですというふな感じになってきました。<laughs> そげな感じです。